こっちね。ただ知らないのに作業するタイプ。そうそうそう。立ち上がり。だからちょっとだけ入るんかな、こっち向いて。じゃあこっちね。気持ちいい。入った。ああね。で、こっちの方からこっちから、あれ、こっからだと、ちょうど6800のとこ収集。これは何が立つんですか？知りません。知らないですか？知らないです。あなたは知らないのに作業するタイプなんですか？親方も車庫からね、来て、いや、車庫じゃないでしょう、言って。倉庫だだ建てるんですけどね。倉庫なんですか？倉庫ですよ。ガレージ？いや、ガレージは車庫ですね。ちょっとなんで笑ってるの？笑ってないですよ。無表情です、ね。どう思いますか？うん、だんだん時間経つごとにニヤニヤしてる。倉庫だと思います。倉庫。ブロックで。そうですね、基礎をするんですね。立ち上がりを作っていくってことですね。そうですね。ブロックにはボルトを入れていくんですね。いいやと思いますよ、はい、じゃないとね、はい、このチョークは鉄筋の立ち上がりの印なんですね。ブロックのやつですね、はい、これに固定することによって、うんですね、生コン入れた時にズレが生じないってことですね。こういうことですね、はい、この誰だね、この方ええー、とこ映しましたね。今日は、はい、午前中用事あって、はい、役場行ってたら昼から出勤ですか？はい、すみません、なんかいろいろとご迷惑かけて。そうですね、はい、まさか、いや、思ったより来るの早かったでしょ。僕、2時ぐらいに来ると思ってたんですよ。はい、早かったでしょ。うん、だから、まあ、今日中に固くできたらええやろ、鉄筋等々とか思いやったんですけどね。そしたら、診察出たんですか、また。そうですね、なんて言ったと思いますか、うちの親方。生コンとかやっぱり言う、なんか恐ろ言うてくるとは絶対感じ取ったとは思うんですけど。うん、やけど、まああっち、あの L 型線でええって言ったから、はい、なんかやったらいけるわ。そう、 L 型が考え取ったから俺、はい、800ピッチで生コンとか言ってきた。うん、すいません。いや、僕はそんな構わんすけどね、はい、ちょっと間に合わんやろうな思ったけど、まあ線でええもんが増えたもんで、はい、その分空き時間あるから。線でええもんが増えて、あの L 型とかね、線でええもんができたもん。はい、そうですね、はい、どうですかこの肩アク。この肩アク、これ何立つんですか？倉庫。あ、そうなんですか。さっき知らないって言うんです。そんなこと、そんなこと言わないですね。言わないです。昨日から倉庫立つって知ってました。知ってました。知ってました。かっこいい倉庫立つでしょ。はい、これ何してるんですか？これは、あの、鉄筋にコンクリートがこう、周りの。あ、浮かしてるんですか？浮かすの、きちんとしとかないとね。ちゃんとし、するのがやっぱ、ね。業者の、サダムで。はい、わかりました。ちょっと話しながらないと。はい、すいません。お気に入りです。はい、お気に入りです。甘えてくれてるんですね。はい。早くせえと。いや、そうです。そんなことなんですよ。時間はまだあるんですけど、ね、あるかな。まあ、余裕持っとかないと。鉄筋のちょっと曲げ方を教えてもらってもいいですか？それちょっと、曲げ方、この90度になってないのを90度に、ああ森下くんのパワーで。これはいいんじゃないですか？あ、いいですか。うん、まあ、まあ、で、この上にね、ね、下に押さえながら、ちょっと前かがみになる感じで、はい、あ、すると、あ、今すごいですね。12度曲がりました。12度だいぶやないですか？12度。はい、こんな感じですね。L
L、 反対にサラ L、 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 縦に取ったったよ。ポストを据えてるんですね。そうですね。ちょっと一発使うか。ちょっとこちらの方がいいよね。そうだね。これぐらいにしといたら抜きやすいでしょ。僕の身長じゃなくて女の人の身長。いやもんね。これぐらいから。はい。あ、森田さん何メートルあるんですか。去年健康診断した時は2メーター7センチなんですね。ああなんですね。これで。森下じゃんけん持っとるからできんじゃん。はい、縛ってくれます。あ、僕、仮止めですね。そうそう、今日、ちょっともう今から生コン頼んでるもんね。はい、このついでにそうなんですね。はい、親方、忘れてたやつですね。覚えてた。はい。ね、頼りにならない親方がいると大変です。OK ですか。はい、今生コン待っております。今日一日で森下くんが一日もかかってないですね。僕が役場に行ってる間にしといてくれてました。ありがとうございます。終わってんですか。終わらないで、なんでそういうこと言わないでください。せかせかしましたよ。はい、僕帰れないじゃないですか。何ですか。ダメです、帰ったの。今から鳴らそうと思って。まあ、もう4時なんですけどね。あ、もう帰宅時間なんですか。うん、どんだけ早いの。じゃあ、もっとゆっくりしよう、思い当たす。はい、そしたら、うつを言うてきた。そうそう、昼前に。すみません。3時からって言われると、3時間間に合ってなかったからね。3時間でも多分取れたと思うんですけど、僕4時、4時に頼みましたからね。あ、そうなんですか、黒柳徹子さん。おう。おう。電池ないから画面真っ暗っすね。省エネにしたんです。省エネにしたんです。はい、な、今日はまた、せかせかしました。せかせかしてました。役場に印鑑証明だ。あ、そうなんですか。もっと行けるときに行ってくれたらいいんですか。もっと行けるときいっぱいあるはずないですか。なんで今日なんですかね。なんで、あれ、じゃあそろそろやばいな。でも僕、今日の朝起きた瞬間、なんか電話かかってきそうやなと思ったら、電話かかってきて、かかってきて、さっきしといてくれって電話あったんですよ。うん、で、ナムコ、まあ、ずらすんやろうな、思ってたら、はい、まさかのね。うん。ウトラ言うてて。そうですね。昼前に、道具取ってくるわ、言うて。はい。で、帰ってきて、またちょっと行ってくるわ、言うて。どこその親父と一緒やって、俺の親父。今日作業何しましたか。今日あのコンクリートブロック割りました。あ、割り、これ割ってくれたんですか。鉄筋縛るとき、はい、落ちましたよ。あ、そうなんですか。